はい、第3回ライブコイカップ品評会の撮影に松江さんにお邪魔します。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、審査始める前に一言ずついただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。今年はですね、無理のないように、去年ちょっと飛ばしすぎて大きくなりすぎたところもあって、綺麗さを、重視して今年は冬の間勝ってみました。きっと満足いただける結果が出ているのだと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。一言お願いします。自分から社長が言われた通りですので、これから候補を選びたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは、早速ですね、プールの方に出品ゴミの方を上げていただきましたので、ここから、出品ゴミを、候補の声を上げていただきたいと思います。いいですか？はい、お願いします。はい、はい、去年より一回り小さいぐらいですかね。そうですね。で、本当に日照のあまりない山陰ですので、冬の間はそれでもちょっと色揚げの量を増やしながらうまく飼育した方だと思うんですけど。はい、そうですね。去年より色味が、ちょっと粒も揃ってますし、今何匹？今3匹です。はい、匹数限らずこう目に止まった、はい、ああ3匹ですね。やっぱ紅が去年より上がってますね。若干綺麗で、はい、あ、綺麗だ。ここもここも綺麗、抹茶綺麗、ここ抹茶綺麗、抹茶綺麗、意外とこのシャープで好きも面白い。でちょっとマニアックなのも、はい、いいですね。趣味の趣味って言っちゃいけないな。スカッとしてる。そう、出品時20センチちょっとでしたっけ？そのくらい。20なかったのも結構17センチじゃなかったかな。5センチ。そうですね、ちょっと伸びてる感じですね。まだ測ってなかったけど、はい、後で伸びてるのはどうですか？こういう色、この紅の上がりの色、ちょっと本当個人的とあれですけど、ユニークさね、うん、あ、いいですね、うん、僕も好きですね、それ。今中身何本？ 8、 もうあと、2、3本なんか目安で、はい、サイズではなく今綺麗な鯉という感じで。小りの産気は、うん、これ海、ね、の綺麗な産気がなんかね、よく見える炭が、うん、しっかり出てる、ね、うん、いいですね。大体何匹？今10、はい、これも模様がいい。うん、確かに。はい、どうでしょうか。10匹上がったんだ。大体はい、3系は上がりますね。じゃあこの模様の面白さがいいな。はい、大体いい。はい、よろしいでしょうか。そうですね、結構拾っていただきました。それではちょっと一度切って、候補鯉の方見ていきたいと思います。はい、それでは上位候補のプールに来ました。今ちょうどぐるぐる回ってますが、一度、はい、今見ていただいて、だいたい決まりましたでしょうか。はい、はい、だいたいいいです。はい、僕も、1回撮影を止めて、これと思うものを決めさせていただきました。じゃあいつものように指差しで、指差しね、はい、はい、行きたいと思います。
まず1位からいきます。はい、はい、松江錦鯉センターさんの今年のダイブ鯉カップ1位いきたいと思います。よろしいですか。はい、でか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 せーの、おい、おやっぱいいですね。やっぱいいですね。ちょっと意味は決まりもいいし、こっちの球もバッチリバッチリ、なるほどね。やっぱ三家がよく見えますね。そうですね、やっぱね、なんか一色多いと、はい、また炭が全部起きてる三家が集まってるんでいいですね。よかったですね、バリッと、うん、はい、こう頭が抜けたらなおいいんですけどね。そう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 、はい、でも今でもインパクト一回外しますか。はい、それを松江錦鯉センターさんの1位とさせていただきます。さあ、もう誰だ。こっから割れそうな気が。そうなんだよ、あれはちょっとインパクトがありましたからね。ちょっと僕も、はい、これサイズじゃないですよね。サイズじゃないですね、うん、はい、まあ、サイズは関係なし、はい、いや、かんない。はい、まあ、割れていいんだね。割れるんですね。割れていいんだね。行きましょうか。はい、それでは、松江錦鯉センターさんのに行きたいと思います。せーの、これもう3人割れた、3人と、はい、そうすると3本あげます。3本あげましょう。じゃあちょっと一回かわして、はい、まあ、はい、まずこれと、はい、そのちっちゃい三家、小さい三家と紅白ね、はい、紅白、もうこっから2位3位は決定ですね。そうだね、うん、はい、ここで、うん、それであえて一回これを外したら、うん、そうです、これトップを一回もう一回戻してライトの位置関係も変えらんとダメ。よし、さあこれでどうするか。さあどうかな。じゃあこれ会長に入ってもらえますか。いやいやいや、それとも第一、第一、これだって決まらないですね。決まらないよね。じゃあ第三者 の、 あの会長がこの3本の中から1本、そう、第2位を決める。2位、うん、はい、どれが一番。おりや、紅白、紅白、紅白、じゃあ、まあ、紅白だ、はい、決まりました。はい、こちらの丸天の紅白、紅白、はい、を、うん、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。2位とさせていただきます。はい、はい、そうすると、そうすると3番がこの中から来てるわけ。違うんですよ、紅白を選んだのが、うん、社長、社長だから、これこの3家2本以外が3番だと思ってるなら、そうそう、そういうこと。この中にいる、この中にいる、この中にいる、あ、ってことは社長の意見がって決まりってことです。そういうことです、そういうこと。あ、3番はね、そう、3番は、はい、社長が1本はいこれって言ったらそれが3番ってこと。いやこれはでも他のところとの競争だからね。そう、あ、でもトップでしか競争できない。いやいや、できる。ワンツースリーが全部全部マテーサーになればね。ああ、それはまあなればね。あえてちっちゃいの迷うよね。小さいのがいいと思う。このカタツミのインパクトでこのチビ、はい、うん、いや、これもいいんだけどな。でもなんかちょっと力ちっちゃいけど力強さあるよね。品もいいし。ちょっとあれ一回外したらいい。はい、じゃあこちら大丈夫ですか。ね、せっかく戦ったの。あとで特別賞がありますので、これ、これだな、うん、はい、じゃあこちらの小ぶりな三景の方を3位とさせていただきます。おめでとうございます。おめでとうございました。そして特別賞はこちらでよろしいですか。はい、はい、特別賞で、ね、はい、こちらを、1匹目の特別賞で、あと1匹、社長、いや、俺もうこれ特別賞選ばせてもらった。え、いいよ、選ばせたっていうか、これ決めちゃった。じゃあ、セームだ。いや、俺が選んだ3家が入ったから、あと社長が選べばいい。俺特別賞って言って、
いやこれもいい。そう、結構いいのね、いるんです。紅白も面白いですね。個人的にこれ好きなんだ。はい、やばい、まだだよ、これ、まだまだ、これでこれで悩むんだから。はい、これか、これか、これで、これでこれで悩むんですよ。ああ、どっちもいいですね。いいよね。でもなんかこのシャープさは素敵だな。いや、そういう特別賞だから、こういうなんか奇抜なシャープな、そうそう、特別なやつ。ああ、いいですね。でも、はい、僕もいいと思います、はいはいはい、おめでとうございます、はい、こちらを、松江さんの特別賞もう一本とさせていただきます。はい、はい、じゃあどうしよう、こっちに全部入れましょうか、一回ね。はい、高めに入れましょう。はい、あ、いい、肩までいくよ。はい、すいません、ちょっとマニュアルで。はい、高めこう狙い、これで全部入れて。特別賞の魚は、はい、勝負にはいかないです。いかないです。3本で、上位3本ね、はい、勝負3本です。はい、こちらの方、サンケが1位、マルテンのサンケで、マルテンの紅白が2位、そして小ぶりなサンケが3位、そして、はい、いいね、奇抜な紅白、今年はちょっと勝負がちょっと胸膨らまして呉に乗り込む。はい、でこちらのサンケを特別賞とさせていただきます。はい、はい、入賞者の方おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあそれでは最後一言ずついただきたいと思います。やってみてどうでしょう。はい、やっぱ3件を今年、出品業の中にラインナップとして入れたことで、とてもいいコンテストになったと思います。来年もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、一言お願いします。自分としてはですね、この企画を開始まして、飼育技術のちょっと勉強にもすごくなってるので、これからもこの企画を継続してやりたいと思ってます。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、本日はありがとうございました。またこの呉で、はい、本戦がありますので、明後日呉で、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。